携帯の中だけで進んでいく恋愛模様。二人なりの映画デートも楽しみ、良い関係性が築けているように思えた矢先。イッチの脳裏には悪い想像がこれでもかと浮かんでいくよ。果たしてこれから二人の恋の行方はどう展開していくのか。気になる続きはぜひ後編で楽しんでいってね。携帯の中だけの恋愛、後編。翌日は仕事なので、0時を過ぎた頃に彼女にお休みメールを出し、返事を待たずにベッドに入った。今頃どうしているのだろうと、なかなか寝つくことができず、寝返りばかり打っていた。ようやくうとうとし始めた頃、充電器にセットされた携帯のバイブ音が部屋に鳴り響いた。ベッドから飛び起きて携帯をチェックすると、メールは彼女からだった。やばい、終電寝過ごして終点まで来ちゃった。帰れない。もう10月。外で朝まで時間を潰せる季節じゃない。俺は周りにビジネスホテルか漫画喫茶でもないかと彼女に尋ねたが、どうも泥酔しているようでまともな返事が返ってこない。駅名を聞いて迎えに行った方がいいんじゃないか？そんな考えが頭をよぎった。もし彼女が OK してくれれば、ようやく恋焦がれた彼女に会うことができる。しかしそれは明らかにルール違反だ。しかし彼女が今連絡を取ってきてるのは俺だ。彼女が頼ってきているんだし、この場合ルール違反も仕方がないんじゃないか？でもなんで彼女は俺にこんなことを言ってきてるのだろう。直接の知り合いに行った方が彼女には都合がいいじゃないか。泥酔してそんなこともわからなくなっているのだろうか。いろんな考えが頭の中を駆け巡る。大丈夫？意識まだしっかりしてる？自分が今いる駅の名前ちゃんとわかる？彼女に警戒されないよう、迎えに行くとは言わずに駅名だけでも聞き出そうと試みた。すぐにまた震え出す携帯。しかし画面を見るとメールの着信ではなく、番号非通知の電話の着信だった。電話を取ると、やはり相手は彼女だった。ろれつが回っておらず、かなり酔っていることがすぐにでもわかる。なぜ俺の携帯の番号を知っているのか不思議だったが、そんなことを聞き出せる状態ではなかった。ひどい酔い方で質問をしてもまともな返事が返ってこない。携帯から酒の匂いが伝わってきそうな勢いだ。十数分の電話でのやり取りの末、ようやく彼女から駅名と今いる場所の目印を聞き出した。駅は車なら30分くらいで着く距離の場所にあり、彼女はその駅前のコンビニの前にいるそうだ。俺は迎えに行くからと彼女に告げ、絶対にコンビニの前から動かないよう彼女に繰り返し伝えた。急いで着替えて家を飛び出し、最寄り駅にダッシュ。駅前でタクシーを拾い、彼女のいる駅へと向かった。途中、ちゃんとコンビニの前にいるか確認のメールを何度か出した。メール全てには返信がないものの、駅に着くまでの間、2回だけちゃんとコンビニにいるよと返事があった。純粋に心配する気持ちと、やっと彼女に会えることへの期待と不安。そしてなぜ彼女が俺の電話番号を知っていたのかという疑問。いろんな考えが頭の中を交錯し、タクシーはようやく目的の駅へと着いた。俺の心臓は大げさではなく、本当に口から飛び出しそうなくらい早金を打っていた。泥酔した彼女からの電話で、イッチは彼女の元へ急いだんだ。俺の心臓もバクバクなんですが。なんで番号知ってるの？続き気になる。新手のストーカーかなと予想。週1回か2回本物の彼女と会っても月未満はかかるだろ。契約して恋愛しても月未満は安いもんだよね。タクシーを目印のコンビニの前に止め、俺は運転手にここで待っててもらえるよう頼んだ。急いで降りて彼女を探す。コンビニの外、いない。コンビニの中に入り一周する、いない。半分パニックになった俺は彼女へメールを出す、だが返事も来ない。外へ出て、近所を探そうと走り出そうとした時、タバコの自販機に寄りかかって眠っている彼女をようやく発見した。待ちに待ったご対面。とんでもなく酒臭い俺のお姫様。おい、ミキ。迎えに来たよ。わかる？うん、わかるよ。ありがとう。とりあえず彼女にここで待つようにいい。俺はコンビニの中で2リットルのミネラルウォーターを買い、彼女を引きずるようにして一緒にタクシーへと乗り込んだ。水を買ったのは彼女の水分補給と、タクシーで吐きそうになった場合の袋の確保のためだった。タクシーの中でも彼女は即座に寝てしまい、自宅の場所を聞き出すことはとてもできなかった。仕方なく俺は運転手に自分のアパートへと向かってもらった。初めての彼女との対面。眠って肩に寄りかかってくる彼女。お酒の匂いがひどかったけれど、俺にとってはようやく彼女と出会えた今も胸に残る素敵なワンシーン。イチからもらったお金の行方が気になる。小説でも実話でもどっちでもいい。なんで番号知ってたのか気になる。なんでだなんでだ。思い浮かばない。結局タクシーの中では彼女は静かに眠り続け、車の中で吐くのではないかという俺の心配は気流に終わり、30分ほど経って車はアパートの前へと着いた。運転手に手伝ってもらって、眠ったまま起きない彼女をおんぶ。アパートの2階にある自分の部屋へと彼女を連れて行った。ベッドの上に彼女を下ろし、声をかける。ミキ、聞こえる？大丈夫？とりあえず俺の部屋に連れてきたけど、いい？そのまま寝かしてもよかったのだが、一応今晩うちに泊まることについて、了承を得ておきたかった。だって手の早いやつなんて思われたくないでしょ？ミキは大丈夫、わかる、となんとか返事をし、水が飲みたいと言ってきた。俺はさっき買ったミネラルウォーターをコップに注ぎ彼女へ渡した。ぐいぐいと水を喉に流し込む彼女。実物がそこにいるという存在感。
目の前にある姿、水を飲む音、そしてだんだんと慣れてきたお酒の匂い、携帯のメールとは圧倒的に違う知覚神経に伝わる情報量の差、やっと彼女と出会えたことに喜びつつも、俺は彼女とのメールでの2ヶ月間に少しずつ自信をなくしていた。所詮メールはメール。今こうしてやっと会えた彼女は、2ヶ月余りの間メールを重ねたとはいえ、やはり初対面も同然なのだ。水を飲み終わると彼女はトイレに行きたいと言い、よろよろと頼りない歩き方でトイレへと行った。戻ってきた彼女に俺はベッドで寝るように促し、自分はタオルケットと毛布を床に敷いて寝ることにした。電気を消すと彼女はあっという間に寝息を立て始め、その音を聞きながら俺はなんだか眠るのがもったいなく感じていた。ずっと待っていた彼女との時間の共有。同じ部屋で同じ音を聞き、同じ空気を吸う。この素晴らしい時を少しでも長く味わっていたかった。次の朝、いつものように6時に目覚まし時計が鳴る。今日は平日。昨日はなんだかんだで眠りについたのは3時過ぎ。さすがに寝不足。それに彼女のこともある。俺は目覚まし時計を8時半にセットし直し、もう一度短い睡眠をとった。再び目覚まし時計が鳴ると、俺は会社に電話をし、体調が悪いと伝え休みをもらった。めったにしないずる休み。電話の音で彼女が目を覚ます。気分が悪そうなので水を勧める。水を飲み、再びトイレに行く彼女。戻ってきてから胃薬はないかと聞いてくる。胃薬を飲むと彼女は礼を言い、もう少し休ませてほしいと言って再びベッドで眠り始めた。俺の方はといえば、多少寝不足ではあったのだけど、現在自分が置かれている状況に興奮し寝ようと思っても眠ることができなかった。と入っても別に妙なことを企んでいたわけではないよ。女性には紳士的なんです、僕。俺は彼女が起きた時に備えコンビニへ向かった。だいぶ胃もたれをしているようなので彼女にはお粥のレトルトを購入。自炊は全くしないので、うちには米の買い置きすらないんです。俺は朝食のサンドイッチと昼か夜に食べる予定で弁当を一つ購入。家に帰り、彼女が起きるまでひたすら待つ。本を読んだりうとうとしたり、起きたら何を話そうかと考え、なるべく長くこの部屋にいてほしいと思った。そしてできれば今のこの関係を打破したかった。メールだけの関係から一歩前進したかった。そんな関係になれるかどうか、それは彼女が起きた後にかかっていた。彼女が起きたのは13時を過ぎた頃。酔っ払って迷惑をかけたことに罰の悪そうな顔をする彼女。そんな顔をしないでほしい。俺は君がこうして来てくれたことが本当に嬉しくてしょうがないんだから。彼女はもう一度胃薬を飲み、俺は彼女にお粥を勧めた。俺はさっき買った弁当を温める。初めての彼女との食事。でもなぜか会話は弾まない。まだ彼女は二日酔いだから、きっと元気がないのだろうと、なるべく悪い方向には考えないようにした。それでも俺はこの沈黙の時間に耐えきれず、何か話そうと空回りするうちに、昨日から気になっていたことをつい聞いてしまった。ねえ、なんで俺の電話番号知ってたの？彼女は下を向き、長い沈黙が続いた。そして鈍感な俺はこの時ようやく気づいたんだ。彼女はお金を取ってメールのやり取りをする今までの行為に罪悪感を感じていたのだと。そして彼女はゆっくりと話し始めた。尋問された容疑者が自白をするように。そんなつもりはなかったんだ。感謝こそすれ、問い詰めるつもりなんて全くなかったのに。彼女が話したのは大体こんな内容だった。自分はフリーターで事情があって少しお金に困っていたこと。アルバイトをしながらお金を稼ぐ方法として、有料のメルトも思いついたこと。偶然彼女の働く店に俺が来て、ポイントカードを作ったので、そこからメルアドと電話番号を調べたこと。なんで俺を選んだのかと尋ねると、彼女は自分と同じで寂しそうだったからだと答えた。彼女の自分を責めるような話し方が悲しかった。俺は何も怒ってはいないし、むしろ感謝しているのに。俺は一生懸命に彼女にそのことを伝えた。君とのメールのやり取りが、どれだけ楽しかったか。寂しかったシーンがどれだけ癒されたか。灰色のモノクロームだった毎日が、彼女のおかげで鮮やかに色づいたことを。彼女はただ、ありがとう。と言い、罰の悪そうな表情は最後まで消えることはなかった。気まずい沈黙が続き、彼女は、ごちそうさま。と言った。そして酔って迷惑をかけたことを改めて詫び、もう帰ると言った。俺は駅まで送ると申し出て、二人でアパートを出て駅へ向かった。重い沈黙は歩いている間もずっと続き、駅まではあっという間に着いてしまうのだった。通勤の時は毎日あんなに長く感じられるのにね。駅の改札まで着くと、俺は嫌な予感が抑えられず、彼女に尋ねた。ねえ、メールは続けるんだよね。彼女はしばらく黙ったままで、少し考えさせて。と言い切符を買いに行った。切符を買って戻ってくる彼女。なかなかさよならを切り出せない二人。やがて電車の到着を告げるアナウンスが響き、彼女は、じゃあ行くね。と言った。黙ってうなずく俺に彼女はそっと近づき決まるをした。人目は全く気にならなかった。バイバイ。と言って彼女は改札に吸い込まれ、電車は走り去っていった。俺は嫌な予感に押しつぶされそうになっていて、決まるしたことを全く喜べなかった。むしろその決まるが嫌な予感にとどめを刺していて、重い足取りでアパートへと戻った。考えさせてと言われてしまい、メールが出せなくなってしまった俺は、何度も携帯をチェックしながらその日を終えた。
すぐに返事が来るだろうという淡い期待は打ち砕かれ、彼女からのメールは次の日になっても、その次の日になってもなかなか来ないのであった。切ない、その状態になってしまったら待つしかない苦しい時間を過ごさなくてはならない、本当にハッピーエンドを希望する。彼女からの決まるはお別れのように感じ、その後メールは来なかった。ああ、もどかしい。彼女とのメールのない日々は、まるで胸の真ん中にぽっかりと穴を開けてしまったかのように、俺の毎日を空虚で味気ないものへと変えてしまった。まるで体の半分を切り取られたみたい。思えば朝起きてから夜眠るまで、食べた食事の内容や、満員電車の愚痴、会社で起こった些細な出来事の全てを俺は彼女に伝えていたのだ。日々体験する出来事を共有できる相手を失い、俺の生活はまた灰色のモノクロームな世界へ戻ってしまった。彼女からようやくメールが届いたのはその週の金曜日だった。メールの内容はあっさり。いろいろ考えましたが、やはりメールを続けることはできません。いろいろとご迷惑をおかけしました。本当にごめんなさい。メールを受信したのは会社帰りの電車の中だった。背中に冷や水を浴びせられたような感覚が走り、視界はグラグラして、電車の中で倒れそうになった。考え直してもらえるよう返事のメールを打とうとしたけど、指先が震えてうまくボタンが押せない。それに何を書いていいのかがわからない。とりあえず落ち着こうと、その場でメールを書くのは諦め、とりあえず家に帰ることにした。いつものようにコンビニで弁当を買い、アパートへと戻った。だが食欲が全くない。お腹は空いてるはずなのにね。とりあえずシャワーを浴び、水を飲んで気持ちを落ち着け、彼女へのメールを打ち始めた。できればミキが考えたことと、メールを続けられない理由を教えてもらえないか？俺の生活の中ではもうミキとのメールは生活の一部で。ただこんな風にもうメールはできないと言われても、気持ちの整理がつかないよ。無理言ってごめん。あれこれと考えながら10分以上考えてこんなメールを打った。だが送信したメールは宛先不明で戻ってきてしまうのだった。ミキはメールアドレスを変えてしまった。もうこちらからは連絡の取りようがない。さっきのメールに続いて、今度の送信エラーで、俺はその晩、完全にノックアウトされてしまった。明日が土曜でよかった。平日だったらまた2週続けて会社を休むところだった。彼女へのメールは届かない。電話番号もわからず一致は絶望したんだ。会った時に番号とか聞かなかったんだね。宛先不明でメール返ってくると、鬱になる。土曜日の俺は完全に抜け殻だった。人の形をしたただの置物。何もする気が起きず、近所の漫画喫茶に行き適当に選んだ漫画を読んでみる。だが漫画もネットも何も頭に入らない。深い絶望。突きつけられた現実が受け入れられず、俺の頭は外界の情報を遮断してしまったようだ。せっかく5時間のパック料金では行ったのに、俺は1時間も経たないうちに店を出てしまった。前日に送ったメールは、何かの間違いではないかという思い、その後3回送り直した。しかし全て宛先不明で返ってくる。携帯会社のシステムトラブルではないみたいだ。その日の帰り道、俺の頭に一つのアイデアが浮かんだ。彼女は俺がポイントカードに入会した店で、俺のアドレスや電話番号を知ったと言っていた。彼女からのメールが届いた直前に作成したカードを探せば、彼女が働いていた店がわかるかもしれない。家に帰って財布の中のカード類を全て床に広げてみた。勧められたカード類は、クレジットカードでもない限り大体加入してしまうので、俺の財布はいつもパンパン。肝心のお金はあんまり入っていないのだが、ミキからのメールが来たのは8月の頭。その頃入会したカードは一つだけ。4駅先のターミナル駅にある大きな洋服店だった。彼女は個人情報を悪用したことになるんだけど、イッチにとってはもうどうでもよかったんだ。とにかく会いたい。俺もできれば、イッチには携帯の中だけではない恋愛になってほしい。次の日、俺はその洋服店へと向かった。一つ間違えればストーカーだけれど、このままでは終われない。せめて理由が知りたい。お金を取っていたことに彼女が罪悪感を感じていたのは、あの日の表情で想像がついた。でもだったら今度は普通に友達として、またメールを始めることだってできるだろ？それとも彼女は俺とのメールが苦痛だったのだろうか？実は俺はそれを一番恐れていた。俺が喜んでメールをしていたあの期間、彼女は本当はお金のために、いやいやメールをしていたのだとしたらどうしようかと。でもきっとそれは違うと信じていた。だってメールをするのも嫌な相手に普通決まるなんてしないだろ？ただ理由が知りたい。その一心で俺は店へと足を運んだ。緊張しながら店内に入る。ぐるっと店の中を一周し、彼女の姿を探す。しかしそう簡単にはことは運ばない。店の中に彼女の姿はなかった。俺は店の入り口のレジカウンターへと向かった。すみませんと声をかけると店長らしき人が応対してきた。あの、若林さんは今日はいらっしゃいませんか？銀行口座の名義人名が本人の名前だと確認していたので、俺はその名前で尋ねてみた。若林なら先週で店を辞めたよ。二日連続の KO パンチ。またも視界はグラグラし始めた。同僚をなんとか表に出さないよう努力しつつ、それでも食い下がる俺。あの、私は若林さんの友人なんですけど、連絡先を教えていただけないでしょうか？こんな勇気を出すのは生まれて初めてかもしれない。ただ返事は当然のことながら、そういったことは教えられない。というものだった。
個人情報の保護が叫ばれる昨今、店長の対応は正しいと思う。それはわかっているけどあえて言わせてもらう。ケチ。わかりました。無理を言ってすみません。そう言ってまた俺は店の中へと戻った。もうこうなったら追い出されるまで片っ端から店員に聞いてやる。俺は完全にやけくそになっていた。一人、二人と声をかけ、店長にしたのと同じ質問をする。どうやら彼女が先週で店を辞めたのは本当らしい。連絡先についてはわからない知らないという返事が返ってきた。まあ誰が見ても怪しいだろうからね。知ってても教えてくれないでしょ。仕方がないよね。ケチ三人目に声をかけたのは、小柄な女の子だった。この時点で俺はすでに店内で完全に不審者としてマークされていたようで、向こうの方で店員が俺のことをひそひそと話している姿が見えた。三人目の女の子にも同じ質問。あの、若林さんって先週で辞めてしまったんですか？私、若林さんの友人なんですけど、連絡が取れなくなってしまって。女の子の返事は、これまでとは違った意味で、カウンターパンチだった。あなたもしかして高志さん？キキキキター、希望の光が。おお、期待させる展開来た。ミキとイッチのことを知っている女性を見つけた。スレミンも歓喜。そうだと告げるとその女の子は店の隅に俺を連れて行き、自分は5時で上がりだからそれまで待てるかと言ってきた。当然俺は待つといい、5時過ぎに駅前のファミレスで待ち合わせをして店を出た。やっと少しだけ手がかりらしきものがつかめた。嬉しくてじっとしていられないのだが、待ち合わせの時間までまだ4時間近くある。外での時間の潰し方を知らない俺は仕方なくまた漫画喫茶へと入り時間を潰すのであった。俺って本当につまらない男。昨日とはまた違った意味で、漫画もネットも頭に入らなかった。店員の子はミキと俺の間で使われていた俺の偽名を知っていた。あの子は事情を知っている。説明次第では彼女との連絡をつけてくれるかもしれない。期待感で頭はいっぱい。不毛な会話のシミュレーションをひたすら続け、待ち合わせの時間をひたすら待ち続けた。今にして思えば、漫画もネットもやってないんだから、普通の喫茶店でよかった気がするね。もったいない。ようやく待ち合わせの時間が近づき、ファミレスへと向かった。それでも早く着きすぎて20分くらい店の前で待つ羽目になったけど、店員の子がようやくやってきて、待たせてごめんと言い、俺たちはファミレスの店内へ入った。店員の子は名前を川島さんと言った。彼女は専門学校生で、去年の春、ミキと同じ時期にあの店でアルバイトをし始めたのだという。まず俺は川島さんがどこまで俺のことを知っているのか聞いてみた。川島さんは先週の日曜の件以外は、大体を把握しているようだった。ミキがお金に困っていたこと。ポイントカード作成時に俺のアドレスを調べたこと。俺と有料でメル友になったこと。一日のメールの往復回数がとんでもなく多かったことや、同じタイミングで映画を見た話。ただ、先週の金曜日に俺が酔っ払った彼女を家に連れ帰り、彼女がその後このメールのやり取りを止めると言い出した話は知らないようだった。それどころかまるで信じられないといった表情で。あんなに楽しそうにメールしてたのに、なんでそんなこと言い出したんだろう。と彼女は言った。この一言で俺はかなり救われた気分になった。お金のためにいやいやメールしてたのではなかったんだ。やっとそう確信することができた。彼女は楽しそうにメールをしてたの？さらに確認するように俺は聞いた。川島さんが言うには、初めの方こそメールのやり取りが大変そうだったけれども、ミキにとって、俺とのメールはすぐに生活の一部になっていったそうだ。俺が何かを相談したり悩んでいる時は、ミキはそれを本当に心配していたし、逆に俺の方が相談に乗った時は、そのことに本当に感謝していたと。あの子と一緒にお昼取ること多かったんだけど、あなたの話たくさん出てきたよ。それに俺はお昼休みも彼女にメールを出し続けていた。お昼を食べながら楽しそうにメールを打つミキの姿を川島さんはずっと見てきていたのだ。仕事の最中も暇を見つけては俺にメールを打つ彼女を見て、アルバイト先ではすっかりミキは彼氏持ちとして扱われてたらしい。ここまでの話を聞いて、俺は初対面の女の子の前で、恥ずかしながら泣いてしまった。店には他の客もいたっていうのにね。だって嬉しかったんだ。メールを楽しみにしていたのは俺だけじゃなかったんだ。彼女にとっても俺とのメールは生活の一部になっていて、俺の中にずっと彼女がいたように、彼女の心の中にもずっと俺の存在があったんだって分かってさ、ポロポロとひとしきり涙を流した後、俺はまた川島さんに質問をした。それでなぜミキはそんなにお金に困っていたの？川島さんはしばらく考え込んでいた。勝手に俺にそんな話をしていいのかどうか考えていたのだと思う。しばらく考えた後、川島さんは事情を話し始めてくれた。ミキが両親とうまくいってなかったのは知ってる？その話なら知っていた。三人兄弟の一番上で、下の弟と妹は出来がいいと言っていた。自分だけが出来が悪いとミキはコンプレックスを持っているようだった。家庭の事情は人それぞれ。本人主義の家で育った俺には全くわからない話なのだが、ミキの両親はミキが高校を卒業した後、大学に進学するか地元で就職することを望んでいたらしい。ミキは両親の言いなりになるのが嫌だったのか、自分の力で何かにチャレンジしたかったのかはわからないが、両親に反抗して東京で一人暮らしを始めた。
ただ、一人暮らしのフリーター生活ではお金に困るだろうと、両親はわずかながら1年限り仕送りをしてくれることを約束してくれた。ただそれとは引き換えに、1年経って生活のめどが立たないのであれば地元に帰れと言われていたそうだ。目的もなしに上京したって、1年やそこらでフリーター生活に劇的な変化が訪れるはずもなく、1年後の今年の4月、両親からの仕送りはストップした。しばらくの間は母親が内緒で仕送りをしてくれていたようだが、それもすぐに父親にバレてしまい、ミキは生活に困ることとなった。結果その足りない生活費を補っていたのが俺からのメール料金だったわけだ。そして川島さんの口からは、俺にとっては最悪の話が飛び出した。ミカは今週実家に帰ったの。だから先週でアルバイトも止めたし、先週の金曜日はミカの送別会だったんだ。先週の彼女の泥酔の理由がこれでようやくわかった。そして彼女は俺とはメールの外では、関係を築けないことを知っていた。あの日の暗い表情の理由がだんだんとわかるような気がしてきた。でもだからといって、なんで俺とのメールを止めなきゃいけないんだ？もともと実際に会うことなしに気づいてきた関係なんだ。今更住んでる場所が離れたって関係ないじゃないか。これが俺の正直な気持ちだった。なぜ俺との関係をこんな風に立たなければならないのか、その理由をきちんと知りたい。川島さんにそう告げると、彼女はミキに連絡して、今日俺が店に来たことをミキに伝えると約束してくれた。ずっと横から見守ってきた立場としても、こんな終わり方じゃ気持ちが悪いしね。その時川島さんは、俺にとっての救いの神だった。こうしてこの週の週末は終わり、またいつものように平日が始まりだし、会社と家を往復する単調な日々が始まった。単調とは言っても仕事はその週とんでもなく忙しく、ミキのことを考える暇さえなかなか与えない環境は、かえって俺にとってありがたかった。そしてその週の金曜日、川島さんからメールが届いた。ミカからの手紙を預かってるんだけどどうする？本来、さらに俺の家に郵送してもらうのが一番迷惑がかからないのだろうけど、その時の俺にはそんな余裕はなく、その日の9時にバイト先のある駅で川島さんと待ち合わせをした。仕事はたくさん残っていたけれど、周囲に謝り倒して無理やり会社を出た。駅の改札にはすでに川島さんが待っていて、青い便箋を俺に渡してくれた。俺はその場で便箋を破いて手紙を読み出しそうな勢いだったが、家でゆっくり読みなよ。との川島さんの言葉で少し冷静さを取り戻し、その勧めに従うことにした。川島さんには何度も何度もお礼を言い、俺は家路を急いだ。期待と不安が頭の中で交錯し続け、晩飯も買わずにアパートへと直行した。部屋に入ると急いでハサミを探した。俺は手先が不器用な方なので、便箋を手で破くとしょっちゅう中身の手紙まで破いてしまうのだ。それにしてもどうしてハサミというやつは、こう必要な時に限って見つからないのだろう。5分ほど散らかった部屋を探しし、俺はようやく見つけたハサミで便箋を開けた。久しぶりに受け取る彼女からのメッセージ。手紙の内容は概ねこんな内容だった。まず、俺がバイト先を訪ねて驚いたこと。そしてそんなに俺を狼狽させるほど唐突な別れを切り出してしまい、それについてのお詫び。その次には川島さんからすでに聞いていた、実家に帰らなければならなくなった事情について書いてあった。そして多分、地元で就職することになるということ。そしてようやく俺とのメールを止めることになった理由について書いてあった。メールはもともと、足りない生活費を補うために始めたこと。初めのうちは、なんとか俺のことを楽しませようと努力していたこと。結果、自分はあまり楽しくなかったこと。メールを続けていくうちに、彼女にとって、俺とのメールが生活の一部になりだしたこと。そしてだんだんと俺からのメールを待ち遠しく思うようになっていったこと。相談に乗ってあげられて嬉しかったこと。話を聞いてもらって感謝したこと。時には仕事がきつそうな時に、俺のことを本気で心配したこと。そんな彼女の側から見た気持ちの移り変わりが書いてあった。しかし俺とのメールが彼女にとっても支えになるにつれて、お金を取っているという事実が彼女を苦しめた。そして月に2万ではメールの通信料を差し引けば、生活費を補うのに十分ではなかった。毎月貯金の残高は減っていき、自分の東京での生活は長くないことを彼女は自覚せざるを得なかった。そりゃそれだけメールしてたらパケ代高くもなるだろうよ。そのうち、メールの中に好きだとか愛してるといった単語は入り出し、びっくりしたこと。本気なのかどうか驚いたこと。そしてだんだんと俺に対して恋愛感情を抱くようになっていったことが書いてあった。一回接客したことがあるだけで、メールしかしたことないのにおかしいでしょ？俺が感じていたことと、全く同じことが書かれていた。そして一度は俺と直接会って話したいと思っていたこと。お金を取るのなんてやめて一から人間関係を作りたいと思っていたこと。でもそれにはもう時間が足りないことが書かれていた。それでもどうしても会いたくて、バイト先の送別会のあった夜、酔った弾みでとうとう俺に電話をしてしまったこと。俺はすぐに迎えに来てくれたこと。タクシーの中でとても幸せだったこと。会えたことは嬉しかったけれど、週が明ければすぐに引っ越しで、幸せな気持ちは長く続かなかったこと。そのせいで、次の日は一緒にいても辛かったこと。彼女も同じ気持ちだったことを手紙で知る一致。彼女は上京するときに、地元に彼氏を残してきたそうで、遠距離恋愛で辛い思いをしたことが書かれていた。
半年で元彼との遠距離恋愛は終わり、遠距離恋愛が長続きすることはとても大変なことなのだという彼女の持論が書かれていた。ましてやメールでしか人間関係を築いていない自分たちには絶対に無理だと。そしてメールの中だけで続けていく恋愛は不毛だし、お互いにとってプラスにならないと、彼女がきっぱりと俺との接触を絶ったのは、こういう理由だった。遠距離恋愛など経験したことのない俺には、反論のしようもなく、ただぐったりとベッドの上に倒れ込むしかなかった。手紙の文面から彼女の意志の強さが伝わってきて、説得は困難だとはっきりとわかった。それでもすんなりと納得がいくわけではなかった。確かに彼女の言う通りだ。こんな状況の俺たちが遠距離恋愛でうまくいくとも思えない。めったに会うこともないメールがほとんどの関係で、ちゃんとした愛が育つとも思えない。でも、恋愛とはそんなにリズムで考えていくものなのだろうか？もっと感情のままに行動してもいいのではないだろうか？どうしてもそれを伝えたくて、俺は次の日、彼女への返事を書くために、文房具屋へ封筒と便箋を買いに行った。今の時代、手紙ってのがいい。彼女へ手紙に書いたのは、俺の側から見た気持ちの移り変わり。最初は寂しさを紛らわすため。そしてだんだんと本当に彼女のことが好きになっていったこと。彼女のきっぱりと関係を断つべきだという言い分には納得したこと。でもそれでも俺は君が好きだし、恋愛はもっと感情的でいいと思っていること。そして最後に、俺の方の携帯のアドレスは、ずっと変えないでおくよと。手紙の返事は川島さんに渡してミキへと送ってもらった。それから毎日彼女からのメールを待っている。名前の後ろに誕生日なんていうアドレスだから相変わらず迷惑メールはたくさん入る。でも以前と違うのは、受信する迷惑メールの一つ一つをしっかりチェックするようになったこと。もしかしたら彼女からのメールが混ざってるかもしれないからね。3ヶ月前に最初のメールが来て2回更新してるってことは彼女からの連絡待ってるところは現在？何か連絡があってほしい。以上で終わりです。変な切り方になっちゃいましたかね。彼女からのメールの返事は相変わらずありません。俺の方ではもう待つことしかできませんから。2ちゃんにこのことを書いたのは、もしかしたら彼女が読むんじゃないかと思ったからです。じゃあメールに名前と日付書いた文字を入れるなんて、完全に2ちゃんの発想だと思ったので彼女はひょっとしてネラーなんじゃないかと思ったんです。文章書くの遅くてすみませんでした。面白いと言ってくれた人がたくさんいて嬉しかったです。明日から仕事で風邪をちゃんと直さなきゃいけないので俺はここで落ちますね。ありがとうございました。彼女からメールが来ることを心から祈ってる。終わりかよ。切なすぎだよ。おつ、メールが来ることを祈る。一に幸あれ。一本の迷惑メールから有料の契約メル友となった一致と彼女。疑似恋愛から二人はお互い大事な存在になっていったんだ。今時は電子メールが多いけど、直筆の手紙って心がこもってていいよね。彼女に思いが伝わるといいな。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。